皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube で毎日1本ずつお送りしていく響スタイル。今日の担当は尾崎由香です。よろしくお願いします。さてですね、今日やっていくのは私ができて当たり前のことにチャレンジしていくオザピュアチャレンジリベンジ編です。いやもうね、オザピュアチャレンジはもうね、やばい、失敗ばっかりしてモノマネのレパートリーを増やすチャレンジになってるから、今日こそはリベンジ成功させたい、頑張るぞ。では早速やっていきましょう。最初に挑戦するのはけん玉ということでね、けん玉、あのね、けん玉ね、ここならできたのよね。だけど今回はなんと、じゃあここもできるんじゃないかと、こっちのチャレンジをしていきたいなと思います。一回でできるの本当に、これいきます、せーの、おおできない、ちょっと待って、できるまでね、ふっ、おお、惜しくない、おっと、穴がもっと右だ、精神を集中させて、お、どうなんだ、ちょっとシミュレーションね、入る時のシミュレーション、もう入ってない、どこ、穴、穴が見当たらないの、よし、 OK、 行くよ、おっと、もうね、穴見えないのよ、年かな、やっぱ縦じゃないと入らない、ちょっと待って難しい、ラスト、あー無理だー、けん玉無理だよ、もう無理だね、難しいこれ、じゃあもうね、似てるとか似てないとか無理の、ではしんちゃんのモノマネをしたいと思います。おい、おら、しんのすけだぞ。なんで松なの、頑張ったよ今、結構似てたでしょ、 40% ぐらいね、そのぐらいでいいの、オザピュアチャレンジのモノマネって、うん、じゃあ行こう次、はい、次、続きましてですね、次はだるま落としに再チャレンジです。だるま落としやりましたね、これ難しいのよ本当に、これ超難しいの、できない、これも前回こう前回一回もできなかった気がする、勢いが大切よ、おおー、なんだこれなんだこれ、おー、これだなし、こっちか、どっちだ、こっちか、わーわあと1個じゃん、あと1個だったのに、今失敗しましたね、あと1個のところで、だるま落としがあと1個少なかったということで、またチャレンジに失敗しました。じゃあ今日2個目のやつはドラえもんでのび太、うん、ちょっと違うなちょっと違ったんですが続けます。のび太くん、ちょっとわかんないや、ちょっとわかんない、ちょっと最新のドラえもんちょっとわかんない、わかんない、ごめんね、私はわかんないや、うん、はい、ということで、チャレンジは2つも失敗です。はい、頑張りましたよ、モノマネ、はいということで今日はここまでです。動画は毎日誰かを更新していきますので、気に入ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今日の担当は尾崎由香でした。バイバーイ。